はい、皆さんこんにちは。今日の病気の学校は、病院のネットの口コミ情報についてちょっとお話ししていきたいと思います。というのはどうでしょうね。皆さん、ご自宅や職場の近くのクリニックとか病院をインターネットで調べたことって1回ぐらいあるんじゃないかなと思いますけども、その時に Google マップとかで調べると、口コミが一緒についてきますよね。で、星がこういうふうについてくると思うんですけども、まあ、かなり低評価が多いなって思ったこと、ありませんかね。まあ、僕もね、実際自分が勤めてる病院の、まあ、Google マップを調べたことがあって、まあ、結構びっくりしたこともあるんですけど、まあ、最近は驚かなくなりましたけども、まあ、病院の口コミって全体的にすごく低評価なんですよ。で、なんでそういうことになるのかっていうのは、まあ、少し前から調べるようになって、なんとなく状況はわかりましたんで、まあ、その話をね、今日させていただきたいと思います。というのは、結構患者さんもね、今インターネットでやっぱり病院調べると思うんですよ。その時に自分が通ってる病院の評判がすごく悪いってことになると、まあ結構心配になる患者さんも多いと思いますし、まあ、中には本当にね、根も葉もない事実無根の嫌がらせのような書き込みも結構あるんですよね。で、手が込んでて、一見すると、なんかそれがすごく正しいこと書いてあるように見えちゃったりすることもあって、まあ分かってる立場から見ると、いや、これはどう考えてもおかしな、書き込みでしょうってね、嫌がらせかなんかでしょうって思うんですけど、まあ普通の人が見たら、まあそうなのかなって信じちゃったりしてね、まあ本当に困ってるクリニックの先生とか、開業医の先生たくさんいらっしゃるんですよね。で、なんでそういう状況になってるのかっていうのを、まあ、ちょっと今日ご説明しますので、まあ、ぜひね、この動画最後まで見ていただいて、まあ、どういうふうに病院の口コミが操作されていたり、何かおかしなことになってるのかっていうのをちょっと分かっていただければと思います。それでは行ってみましょう。はい、まず質問が来ています。46歳男性です。来年から転勤で引っ越すことになりました。持病があって普段かかっているクリニックの先生に相談したところ、転居先でも新しく通院できるようなクリニックを見つけてくださいと言われました。新しい職場の近くで数件のクリニックを Google マップで検索してみたのですが、どこも口コミ評価が低く全く行く気になれませんでしたと。今のクリニックは付き合いも長く融通が効くので、2時間ほどかかりますけど、これからも通うことを考えています。がどうでしょうかという質問ですね。意外とこういう質問が多くてですね、遠方の方のクリニックとかって正直付き合いがないと、どこを紹介してあげたらいいかってよくわからないんですよね。で、まあ、よほど業界の中で特殊な病気とかを扱ってる場合には、まあ、地域だったら先生がいらっしゃるかなとかっていうのがね、まあ、うまいこと、こう、橋渡しができると、まあ、いいんですけれども、で、口コミで調べると、まあ、結構ね、ひどい口コミが多いので、まあ、この全く行き来になりませんでしたってお気持ちも、まあ、よくわかりますと。で、まあ、それに対するお答えですけどね。まず、病院の口コミ情報。これはね、基本的に評価は低いと思っていただいて結構です。で、特に、匿名のネット口コミですね。これはいろいろ理由があって、信用できませんと。なので、試しに、もし自分が通院中のクリニックとか病院があるんでしたら、その病院を実際 Google マップで調べてみるといいと思うんですけど、結構ね、もうなんか、見当違いな、こう、批判とかクレームみたいなのがね、書かれてるんじゃないかなって思うんですよ。転勤先とかにね、まあ、知り合いがいるとか、まあ、引っ越し先に知り合いがいて、まあ、信頼できる人からの評判を聞くっていうのもいいんですけども、まあ、ただ病気の状況って、まあ、あんまりね、その人にも言いたくないこともありますし、人それぞれいろんな事情がありますから、必ずしも他人にとっていい病院が自分にとっていい病院とも限らないので、自分にとってすごくいいクリニックを探したいっていうのは結構難しいですよっていうことなんですよね。まあ、特に複雑な持病を持っている場合とかは、その病気の専門の先生がいるかどうかっていうのもね、調べないといけないですし、まあ、元々のかかりつけの先生に、まあ、紹介状を書いてもらわなきゃいけないっていうこともありますから、まあ、結構ね、難しいことが多いんですよね。自力で探すのがですね。今日の授業のテーマは、病院の口コミは信頼できるのかということについて考えてみたいと思います。Google マップの口コミがなぜ低評価が多いのか、それから低評価がつくには4つの理由があります。で、病院にとって口コミっていうのは実は結構重要なんですね。なんで重要なのかっていうことと、病院選びのポイントについてもちょっとご紹介していきたいと思います。ただこれは今申し上げたように、なかなかその人それぞれにとっての状況というのがあるんで、正解はないんですよね。なので、病院選びをする上で、まあ、考えていただきたいこと、まあ、その辺をちょっと紹介していきたいと思いますので、まあ、よければ最後まで動画を見ていただければと思います。
内容の信頼性のために病気の学校校長のプロフィール軽く紹介しておきますけれども、20年ぐらい、まあ、紹介外科の医者をやっていますと。まあ、都心の病院から田舎の病院まで、大学の、研究機関から、海外の病院までかなり幅広く勤めた経験がありますので、まあ、そういった経験をもとにお話ししていきたいと思います。現在も年間150人ぐらいの、まあ、がん患者さんの手術とか、まあ、抗がん剤治療とかそういうことをやっていますので、まあ、そういった経験を通じてね、まあ、自分がやってきたことを通じて考えたことをお話ししていきたいという、そういうチャンネルです。よければぜひチャンネル登録もしていってください。まず Google マップの口コミ情報にどんなことが書かれているかって、まあ、調べたことない方はぜひお近くのクリニックについて Google マップでちょっと調べて検索して口コミ見ていただければと思うんですけどね。まあ、実際私もやってみました。で、私の実家の近くの病院をいくつか調べてみて見たんですけども、まあ、結構こういう風になるんですよ。まあ、近くの総合病院はこんな感じ、皮膚科のクリニックはこんな感じ、耳鼻科のクリニックはこんな感じでしたと。それなりにレビューがね、22とか49とか30とかついて、まあ、3点ぐらいって、つまり平均的なところにまとまってると思うんですけど、まあ、これ何かこう特徴気づきませんかね。これ見て何かおかしいなって思いませんかね。これね、実は評価が2つにこう分かれてるっていうことなんですよ。これ平均すると3点とか 2.9 点で、あ、普通なのかなって思うんですけど、見ると5と1が一番多いんですよね。で、3が全然つかないんですよ。で、病院の口コミってこういう風になってるケースが多くて、で、これ何なのっていうことなんですけど、まあ、こういう風な文法を見たときは、まあ、何か必ず作為があるという風に読むというのが、まあ、統計学的にはですね、こういうのがまあ常識的な、まあ、判断になるかなと思うんですね。これどういうことかっていうと、これ定点観測において生物について何らかの計測をすると、原則として正規分布するっていう、まあ大原則、これは生物学の大原則があるんですよ。これはまあ高校の生物でも習うようなことなんですけどね。あくまでこれは定点観測であって、まあ、時系列データって言って時間軸が横軸になる場合はまた別なんですけども、正規分布っていうのはこういうね、まあ、あの分布を言います。例えば、まあ、小学校とか幼稚園でもいいんですけど、小さな子供たちを集めて、まあ、例えばテストの点を比較しましたとかね、背の高さをグラフにしてみました。っていうことになると、まあ、大体縦軸が人数で、横軸が、例えばテストの点低い高いとか、背の高さ低い高い、というふうに横軸を取ってみると、必ずこういうふうになると思いませんかってことなんですよね。まあ当然ですよね。背がすごく高い人は少ない。すごく低い人も少ない。まあ普通ぐらいの人が一番多いというふうに、こういうふうになるに決まってるじゃないですか。っていうことなんですね。で、生物っていうのは、まあたくさん集めて観察すると、必ず正規分布するという特徴があるわけですよ。これは別に、これ他に例えば視力検査をしたってそうだし、親の年収を調べたってそうだし、100メートル走をやったってそうなんですよね。まあ遅い、早いとかってして、100メートル走のタイムを、あの、まあ人数の分布を示せばですね、こういうのをヒストグラムっていうグラフなんですけど、こういうグラフを書けば必ず正規分布をするという原則があります。ところが、例えばテストをやりましたと、学力テストをやったら、まあ、こんな風になっちゃうこともたまにあるんですよ。で、こうなった場合っていうのは何かおかしいんですよ。こういう風になっちゃうのは、例えば2年生のテストはこうなりました。1年生のテストはこうなりました。これ正規分布しないんですよね。こういう時には何らかのバイアスが入ってる。なんかおかしな事情が入ってると考えた方がいい。例えば、まあ、先生が間違えて2年生に1年生のテストを配っちゃったと。逆に1年生に2年生の問題を配っちゃってた。問題が入れ替わっちゃってたみたいなね、ことがあると、当然2年生は100点取る子がいっぱいいて、で、1年生はせっかく勉強したけど2年生の問題が出ちゃってるから、まあ、0点取る子もいっぱいだということで、まあこういうふうな分布を示すことも、まああるにはあるということなんですよね。こういうのは問題が不適切だったということで、きちんと計測できていないということになります。こういうのを天井効果といい、こういうのを流下効果ね。もう100点以上の点数は取れないから、100点のところでいっぱい人が出ちゃうと頭打ちになって天井効果、もしくは0点以下の点は取れないから、0点がいっぱい取る人がいるとこう床効果、フロア効果というのがあるんですね。シーリング効果、フロア効果というふうに、まあ、経営心理学とか統計学のところでは言うんですけども、まあ、こういう、まあ、グラフになった時には、要するにこれ問題、作った問題が悪かったってことなんですよ。
2年生の中で、例えば100点取った人がいっぱいいるけども、100点取った人の中でも優劣は必ずあるはずなんですね。で、その優劣を見るのがテストなんだから、やっぱり正規分布するようにテスト問題って作らなきゃいけないんですよ。まあ、こちらもまたそれしっかりですよね。この辺の0点取っちゃった人っていうのは、本当にちゃんと勉強してた人が、難しい、問題が難しすぎるから0点になっちゃってるっていうケースと、まあ、全然勉強してなかったから、まあ1年生の問題出されても0点だったよねって子も含まれちゃってるから、まあ結局、その優劣を比較することができなくなっちゃってるという状態ですね。だから正規分布をしないようなデータっていうのは、そのデータから得られる情報が激減してしまうということなんですね。あまり信頼できないということになるわけです。で、なんで、例えばさっきの Google マップみたいにこういう風になるかね。これは、例えば時系列データとかではこういうデータってよく見かけるんですよ。例えば横軸が年度ね。2010年、2011年、2012年、13年とかでさ。で、これで、例えば株価の、平均値みたいなものがあって。いや、ここでちょっと不景気になったけど、また回復したよねとかね。その会社の株がね、こう下がったけど、またここで株が上がったとかね。まあ、こういう時系列データではこういうのはよく見るんですけども、生物を定点観測したときにこういうデータが出るっていうのは明らかにおかしい。これは2つの何か種類の分布が重なっている可能性を考えないといけない。つまりここで油化効果を示していますけど、こういう正規分布とこういう正規分布のグラフが重なっちゃってるんじゃないかなっていうことなんですよね。例えばさっきの1年生のデータと2年生のデータを2つを混ぜてしまったという可能性がありますよね。1年生が 0.1 杯取っちゃってて、2年生が100点取っているというさっきのグラフを2つ重ねたらこんな風になるでしょうと。そうすると1年生に2年生の問題を出し、2年生に1年生の問題を出した結果の点数をグラフにしたらこうなりましたって言って、このグラフから一体何を読み取れと言うんでしょうかってことなんですよね。だこういうグラフなんて作ったって何の意味もないじゃないっていうことなんですよ。だからなんとなく学力テストの点数こうなりましたとか言って、こんなん出てきたら、これは何を見てるのかさっぱりわからんから、なんかおかしいぞっていうことを気づかなきゃいけないわけですね。で、例えば他にも成人女性と男性の身長データとかを出したら、まあこんな風になる可能性はありますよね。女性の身長は平均的に男性より低いということが分かっているから、だからこう2つの分布、二方性とかって言いますけどね、2つの分布が出てくる可能性があるし、まあ、白人とアジア人の体重とかを、まあ、グラフにしてもこんな風になるかもしれませんと。というわけで、まあ、2種類のデータが混じってるんじゃないかなっていうことを疑うわけですよ。さっきの Google マップでの口コミ情報のお話に戻りますけども、まあ、こんな風にね、まあ、3番が一番少なくて5番一番が多いという風な、まあ、こんな風なグラフになってね、これは縦にしたらさっきと同じようなグラフになりますよね。まあ、こういうのを見たときには、病院の良さをアピールしたい人たちの書き込みと、病院の評価を下げたい人たちのコメントが意図的に混在されているという可能性が高いというふうに読みます。まあ、こういう分布はバイアスが入っているね、こういう意図的な何かが入っている可能性が非常に高いので、あんまりこれで 2.9 点という平均点に関しては全く参考にならないということなんですよね。ですから、まあ、この辺がですね、口コミデータの限界というふうに考えてもいいかなと思います。で、実際中身ですけども、コメントの中身は見る人が見れば下げ目的の書き込みっていうのは大体わかるわけですね。例えば、まあ、こんな風なコメント、書き込みがあります。金儲けいいんです。患者目線ではありません。注意必要です。風邪で訪問したらレントゲン撮影すると言われ、断ると個室へ。白血球が多いからレントゲン取らないといけませんと強制的に取らされ、案の定問題ないです。1時間も隔離監禁されました。1万も請求されましたとか言ってね。で、グッドボタンが4つついてるみたいなの。まあ、こういうのは、まあ、例えばこうね、まあ、明らかにおかしな変なアカウントで、まあ、複数のアカウント持ってんじゃないかなっていうのが疑われるようなアカウントだったり、まあ、こういうコメントにあんまりグッドがつくっていうのがちょっと、まあ、考えにくいですよね。だからこういうのは何か組織的にね、悪評を流しそうとしている集団がいるのかもしれないというようなことも考えられますし、いくつか複数のアカウントを使ってそれぞれにいいねを押している可能性もありますよね。で、まあ、あんまりこう、風邪で訪問したらみたいなことがね、まあ、病院にかかった時にこういうふうに、まあ、表現使えますかねっていう、まあ、ちょっと言葉のおかしな面もありますよね。まあ、風邪って分かっていればですね、まあ、まあ、風邪と分からないから、まあ、病院に受診するケースが多いわけですしね、まあ、熱が出てとかっていうふうに言うのかなと思うし、まあ、強制的にレントゲンを取らされて、まあ、監禁されたなんていうことになると、まあ、ちょっと表現が極端ですよね。で、こういう明らかに、まあ、相手を貶めようとしているような表現使ってるっていうのをね、見ると、まあ、こういうこと本当にされたんだったら、こんな口コミ書き込んでる場合じゃなくて、まあ、警察行ってさっさとね、まあ、この病院を、まあ、訴えた方がいいと思うんですけれども、まあ、こういうものとかね、まあ、明らかにこういうのは何か目的があって、この病院を、
まあ、の評判を落とそうとしている、そういう書き込みに見えますよね。他にも、例えば、泌尿器科に診察を希望したのに専門医じゃない人が来て、問題なしと解除された。別の泌尿器科で診断したところ、フェーズ2の立派な病気でした。最悪とかね。もう最悪とか書くのが、まあ、ちょっとね、極端な表現が多いね、と思うんですけど、まあ、要するにこういう、まあ、こちらもこちらもそうですけど、若干こう、具体性のない情報なんですよね。で、フェーズ2の病気っていうのも、なんか、どういう病気だったのか結局、なんかよくわからないですね。あんまり泌尿器科の病気も含めて、まあ、病気であんまりフェーズっていう言葉を使うことがないので、まあ、ステージとかっていうんだとすると、まあ、ガンとかの話なのかなって思いますけど、まあ、ちょっとその割にはね、かなりコメントがあっさりしてるかな。ガンならガンでもっと騒ぎそうな感じもしますしね。ということで、まあ、若干書いてることが、まあ、漠然としてて何のことかよくわからない。まあ、こういうのはね、かなり、怪しいというか、まあ、その病院の評判を落とすことが目的の書き込みかなっていうふうに読み取れるかなと思います。それから、まあ、こういうふうにね、長い書き込みも結構あるんですよね。で、まあ、ちょっと長いけど読みますけど、あと1時間分ぐらいかかりますと言われたので、じゃあ待ちますと言いました。ところが2時間経っても3時間経っても、平気で女2人は喋っています。そこで痺れを切らせて、あとどれくらいですかと尋ねたところ、あと1時間ぐらいですね。どうされます予約しますと聞かれました。しかし症状がひどく、適切な処置を一刻も早く行ってもらいたかったので待つことにしました。まあ、かなりこうね、まあ、具体性に書くような、まあ、話ですよね。まあ、もちろん自分を特定されたくないっていうのはあるのかもしれないんですけども、で、さらに待つこと1時間、ようやく呼ばれました。すると、委員長らしき人がいました。すると、お待たせしましたなどは一切なしで話を進められました。症状を話すと、じゃあ塗り薬だけでいいよねと言われ、はいと答えると、じゃあ今日は終わりですと、病院での処置はゼロなのに4000円取られました。もう苦笑ですね。本当に来て後悔しました。端的に言わせてもらうと、まさにゴミです。ぜっつつつつっていくつあるのかなってこう数えると、まあ9つくらいあるんですけど、絶対に来ない方がいいゴミクリニックです。対応も同じくゴミです。早く潰れないかな。で、これにいいねが26ついてるんですよ。このクリニックはですね、全然ね、まともなクリニックなんですよ。で、こういう書き込みに対していいねが26もつくっていうこと自体がね、まあかなり異常な何か嫌がらせを受けてるとしか思えないんですけど、まあ、それに対してちゃんとね病院の方からも返信してるんですよね。で、これオーナー登録っていうのがあって、 Google の場合お店とかから返信することもできる。で、初診で検査なしで診察処方のみの場合は、まあ、どんなに受診してかかっても3割負担だと、まあ、1000円から1200円ぐらいしかかからないですよと、4000円もかかるなんてことはありませんよっていうことをね、ちゃんと反論されてるんですけど、まあ、こういうふうにね、ありえないような、まあ、クレームですね。で、しかもかなりこう手の込んだような作り話もあるんですけど、まあ、ただまあ、こういうね、特徴的なのは、やっぱりなんか、具体的な話が全然ないっていうね、ことなんですね。どういう病気でとか、こういうふうに、まあ、言われたとかね、あとこういうふうな、例えば、診察室の風景がこんな風になっていてとかね、そういうその病院に特徴的な具体的な情報が全然ないっていうのが一つ特徴で、まあ、Google マップにはね、こういった星1の書き込みっていうのはね、かなり多いんですよ。まあ、その結果、ああいう風に、まあ、少し3番がくぼんだ形のね、1番と5番が多いという、ああいう形になりがちなんですよね。まあ、他にも、まあ、どの科もろくな医師、看護師しかいなかった。17時になると患者の目をはばかることもなく、そそくさと帰り自宅をして、戸締まりをして帰る医師の多さが、単なる税金泥棒としか思えなかった。昔からその立ちさ変わっていない。星一つもつけたくない。まあね、星をつけたくないっていうのは結構よくあるんですよね。もう二度と行くことはないと断言するとかね。こういう極端な表現ですよね。これね、一見読んだだけでは患者さんの立場からすると、ちょっと真偽が判断しにくいと思うとは思うんですけども、まあ、例えばこの病院もね、僕よく知ってる病院なんですよ。めちゃくちゃちゃんとした病院なんですけど、そもそも、病院の構造上ですね、まあ、医師が戸締まりをして帰るというところがですね、まあ、絶対にありえない、まあ、ことなんですよね。で、税金泥棒って書いてあるんだけど、全然公的な病院ではないんですよね。まあ、そういうところも含めると、もう本当に言いがかりというか、まあ、ただの、まあ、嫌がらせのコメントとしか思えないんですけれども、まあ、こういったね、まあ、一連のちょっといくつか見ていただいて、なんとなく分かってきたかもしれませんけど、極端な表現とか、もういかにもネガティブすぎる意見とかね。で、まあ、同じようなコメント結構多いです。もう二度と行かないとか、星を一つもあげたくないとかね。
あとお金がすごく高いとかいう、こういう、クレームですね。まあ、その請求額に関しては、基本的に保険診療でやってる以上、それほど高くはなることはないので、まあ、例えば救急とかで保険証なしとかで行った場合には、まあ、一応、後で返されるという建前で、まあ、最初に全額、まあ、支払わされてね、何万円もかかっちゃうことは確かにあるんですけど、普通に保険証を持って受診する場合には、まあ、値段がそんなに高くなることはないと思うんですよね。まあ、なので、まあ、こういう表現ですね。この辺は結構、まあ、どうも、見る人が見ると嘘くさいなっていうコメントなんですよね。中にはもちろんね、信憑性の高そうなクレームっていうのもあるんですよ。で、この病院も私よく知ってる病院なんですけど、まあ、予定変更の対応に改善が必要そうですと。子供が乳児血管腫の治療で小児科と皮膚科に通っています。非常に具体的ですよね、書いてある内容が。で、予定の変更は予約センターに電話したら、小児科に電話してくださいと言われ、小児科に話したら先に皮膚科に電話しろと言われた。で、皮膚科の予定が決まったら再度小児科に電話するように言われ、皮膚科に連絡したら予約センターにかけてくださいと言われた。何度も繰り返したら、皮膚科の主治医が忙しいから後でもう一度電話しなさいと言われ、少し時間が経ってかけ直したら、また上の繰り返しになって、で、最後は、結局、主治医にとは電話が繋がらなかったと。まあ、先生はみんな多忙だと思うので、もう少し手軽に変更できるような仕組みがあると助かります。まあ、これね、この病院も私よく知ってるんですけど、ね、非常によくわかりますと。で、実際こうなるんですよ。で、まあ、ここまで極端なのは、ちょっと、持ってる可能性はもちろんありますけど、まあ、確かに電話でね、予約がなかなか変更できなくて、ただいまなしになるって、一体どこかで取りまとめしてくれるよって思うような病院あるんですよね。なので、まあ、こういうのはかなりね、まあ、普通のアカウントでも書かれていたしね、まあ、病名も具体的に書かれていて、まあ、あんまり極端にね、こう、バカとかアホとかね、もういかねえよみたいな、そういう表現がないってね、いうことを考えると、まあ、なかなか信憑性のある書き込みって、そういうのも確かにあるので、まあ、そういうところを、まあ、うまいこと読んでいけば、なんとなく病院のね、雰囲気もわかるかもしれないんですけど、やっぱりかなりもう、捏造というかね、もう、根も葉もないことが、たくさん書き込まれているのが Google マップの口コミなので、基本はあんまり信用しない方がいいというふうに思います。で、あと詐欺目的の書き込みっていうのは主に4種類あると思うんですけども、一つはね、これはね、本当にあるのかどうかはわかりませんが、しばしば言われるのは競合他社による営業妨害ですね。まあ、つまり、まあ、近隣の開業医さんから自分のところに患者さんを集めたいからね、だから近くの病院とか開業医の悪口を書いていくというようなパターンですね。近隣の病院が自分のところに、まあ、患者を集める目的で書いてくるパターンとか、まあ、これはね、できればない、まあ、業界にいる立場としては、こういうことはほとんどないと信じたいけれども、まあ、しばしば言われることですね。それから、病院に恨みを持つ者、不満を持つ者の嫌がらせ。これはね、まあ、あり得るんですよね。特に、例えば、その主治医とうまくいかなかったという場合に、本当に名指しで、内科の山田医師は最悪だとかね、もう書かれちゃうんですよね。まあ、こういう、まあ、特定の医師やスタッフに、まあ、不満を持つ者の嫌がらせ。嫌がらせというか、本当に不満として書いてるのかもしれませんけど、まあ、そういうことを書く人とか、あとは本当の苦情ですね。本当に困ったなっていうようなことを書いてる場合があるんですけど、まあ、正直、この二つは見分けがつきにくいことが多いですよね。だって本人はどちらも本気で苦情を書いていたりすることが多いし、ただその内容がまあ言いがかりに近いんじゃないかっていうことで、まあ違いが出るのかもしれないんですが、まあこの本物の苦情なのか、まあ恨み不満を持った人がまあ大げさに書いているのかってね、この辺は正直医療者の立場からも区別は難しいです。まあ待ち時間が3時間だったとか、まあ、夜間救急で対応が悪かったみたいな話は、まあ、これは病院に勤めてる側から言わせてもらいますと、まあ、そうでもないでしょっていうところは結構ありますよね。実際に3時間待ちましたっていう内訳を見るとね、まあ、大抵は、まあ、予約時間より1時間ぐらい前に来ましたと。で、そこで1時間待って、で、採血をしましたと。で、採血検査の結果が出るまで1時間待ちましたと。で、結果が出てんだけれども、そこからまあ、外来が混んじゃっていて、プラス1時間待ちましたと。ということで3時間という風になっている可能性はまああるんですよね。なので、まあ、正味に本当にもう、ただ単に3時間ずっと待ちぼけっていうのはまあなかなかないとは思いますけれども、こういう書き込みは結構多いし、まあ実際にまあ患者さんからしたら、まあ3時間待ったって思うのはまあしょうがないかなとは思うんですけどね。で、まあ、夜間救急のトラブルは結構多いんですよね。で、大体口コミ見てて、大きい病院で口コミとかの文句はほとんどこれですね。夜かかったらすぐ見てもらえなかったとか、
すごく待たされたとか、出てきた医者が研修医とか、もしくはすごく若くてできの悪そうな医者が出てきたとかね、ナースが高圧的だったとか、まあそういうようなね、まあ夜間救急の場っていうのは、基本的にそういう場だというふうにちょっと諦めてもらうしかないなっていうのはありますけどね。まあどうしたって、ベテランの医師は出てきにくいし、まあ研修医が出てくることもそれはしばしばありますんでね。だからまあなるべく、まあ平日の日中にかかるしかないんだけれども、まあそうは言ってもね、夜間にかからざるを得ないこともたくさんあるでしょうから、これはなかなかね、病院、まあこちらやってる仕事をしてる立場からしてもまあ辛いなと思いながらやってることなんでね、なかなか、夜中にずっともう眠れずに呼ばれ続けてね、で夜中3時ぐらいに、いや別にこれ今来なくてもいいでしょうっていう患者さんが来ちゃったりとか、酔っ払って喧嘩して怪我しましたみたいな人がね、まあ来られると、まあちょっと勘弁してくれっていう時は、まあ正直ありますよっていうことでね。まあでもそういう時の対応が、まあやっぱり書き込みされちゃうわけですよね。まあなので、まあこの辺はね、ちょっとまあ病院の立場からすると、まあしょうがないかな、みたいなね。で、症状が良くならなかったとか、他に行ったらすぐ良くなった。まあこれもあるあるなんですけど、まあやっぱり病気っていうのは必ずしも治るものばっかりじゃないので、良くならないこともあるし、まあ時間が解決してくれることも結構あるので、まあ最初の病院では良くならなかったけど、病院を変えた途端に良くなったみたいに感じる場合って結構あるんですよね。ただそれは別に特段治療が変わったわけでもないんだけども、なんとなく病院移ったら、時間が解決してくれて、で症状がすごく良くなってきたなんてこともまあありますので、まあよく行為は名医ってね、後で見た医者の方がすごく出来が良いように見えちゃうっていうのね、ことはよく言われるんですけどね。ということで、まあ病気は基本的に治らないものが多いので、まあどうしても不平不満出ますからということで、口コミがね、どうしても悪い方に傾いちゃうのは、まあしょうがないかなというところもありますと。で、あとはね、もう一つこれはね、ちょっと注意しなきゃいけないのが、この削除業者っていうのがあって、もう口コミ削除業者の自作自演ってね、これはね、2、3年前から結構業界内では話題になってるんですけど、まあどうもね、まあもっともっと前から僕が見る感じだと、まあ7、8年前からは普通にあったと思うんですよね。まあそれが2、3年前結構ネット上ではトピックスになって、まあ医師の中でもよく知られるようになったことなんで、まあこの削除業者の自作自演ね、これもちょっとまあご説明しておきたいなと思うんですけれども、まあ、これ何かっていうと、例えばこういう口コミがこう書き込むんですよね。これまあ全くのデタラメなんですよ。例えばこの病院はすっごい待たせるし、医者も上から目線で話も聞かずに高い薬ばかり出そうとします。最悪ですみたいなね。こういう嘘書き込みをまあ適当なアカウント作って、まあ書き込むわけですよ。で、他のアカウントも作ってこうやってね、診察室にゴキブリがいました。ベッドが汚くて余計に具合が悪くなりそうです。もう二度と行きませんとかね。まあこんな風に、まあ根も葉もないことを書くわけですね。で、こういうのをまあ組織的になんか多数のアカウントを作成して、どんどん書いていくわけですよ。そうすると、狙われたクリニックは、詳しいな、なんでうちのクリニックの身のも覚えのないようなね、まあ苦情ばっかりで、そんなゴキブリなんかいないし、ベッドも綺麗にしてるんだけどな、とかね。まあこれ、こんなことあったかな、みたいなね。そんな高い薬出してないけどな、みたいなね。身の覚えのない書き込みばっかりで困ったな、と思ってると、まあしばらくして、メールが届くんですよ。まあ風評被害でお困りの方がいらっしゃったら、低評価の書き込み削除しますよ、みたいな。一件3万円から5万円ぐらいかけてやりますみたいなね。普通は Google にこう削除依頼とか出すと時間がかかったりうまくいかなかったりするケースもあるんだけど、まあそういうノウハウを私たちは知っているから、まあうまいこと削除できますよみたいなね。で、オプションで高評価を増やすこともできますとかってね、こちらで高評価も書き込んじゃったりしますよみたいなね。こういうことを、まあ、このオプションの話はともかくとして、この削除しますよっていうような業者から連絡が来るらしいんですよ。ね、これでまあ、薄々、まあ、感づいたと思いますけども、要するに、ここの書き込んでる人と、この削除業者が同じなんですよね。で、自分たちで書き込んで、それを自分たちで消す。自分たちが書き込んだものは、自分でアカウント持ってるから、削除することは簡単にできるんですよね。だから、いかにもね、自分たちが苦労して、何らかのテクニックを使って、悪質な口コミを削除したかのように見せて、成功報酬をもらうというね、こういうね、削除業者っていうのがいるんですよ。で、これが結構ネット上で、まあ2、3年前に話題になってから、クリニックの先生とかもかなり警戒してね、まあこういう業者に頼むようなことは少なくなってきたとは思いますけど、やっぱりね、こういう業者に頼んじゃう人もいるみたいなんですよね。で、僕も、こういうことそんなに詳しい方でもなかったんですけど、ちょっと知っていたので、で、まあ知り合いのクリニックの先生から、まあこんなことがあって、削除業者みたいなのから連絡が来たんだけど、どう思いますかって言って、いや、やっぱりそれちょっとおかしくないですかって答えたんですけどね。
まあ、こういうのはやっぱりね、もうしょうがないから無視するしかね、後でちょっとこの対策についてもね、まあ、申し上げたいんですけど、まあ、こんな業者からの連絡はぜひ、まあ、もしクリニックの経営者とか病院の経営者の方がこの動画見ていただいていたら、まあ、ぜひこういう業者からの誘い文句は無視していただきたいと思いますけどね。病院にとって結構こういうネット上の口コミ、ネットに限らずですけど、口コミってすごく重要で、まあ、なぜかっていうと、病院は基本宣伝してはいけないっていう決まりがあるんですよ。これは医療広告ガイドラインって厚労省から出ている、まあ、結構詳細に決まり事が書かれているものがあって、これによって規制されてるんですよ。だから病院は、まあ、うちの病院は来れば、まあ、病気治りますよみたいなことをね、こうアピールしてはいけないということになってます。まあ、なんでかっていうと、日本は一応皆保険制度ですね。国民皆保険といって、全員が同じ保険に入っているわけですよ。まあ、年収とか自治体によって多少の違いはあるんですけど、原則同じ保険料を支払って同じ医療を受けている。どこでも同じ治療を受けているという、そういう建前で作られている制度だから、まあ、うちの病院の方がいいですよとか、あっちに行った方がいいよとか、そういう情報があると、まあ、困っちゃうわけですね。同じみんなで同じお金を払って同じ医療を受けているという建前ですからね。例えば、まあなん、まあ、神の手と言われるなんとか先生が嫉妬しますとかね。こういうこと書いちゃいけないんですよ。あくまでも外科のスタッフの、こう、スタッフ紹介のホームページとかはあってもいいんですけど、あなたがうちの病院に来たらこの先生が嫉妬しますとかっていうことを保険診療の範囲では書いてはいけないんですよ。まあ、自由診療ね、整形外科、美容形成のクリニックとかそういうのはまた別ですよ。ですけど、いわゆる保険診療の、病院においては、こういうこと書いちゃいけないんですよ。それとか、まあ、他の病院よりうちの方がね、術後合併症少ないですよとか、こういうことも書いちゃいけないし、手術件数が日本一ですかね。まあ、たとえ本当に日本一だったとしても、まあ、これは言ってはいけないということになってるんですよね。でただ、テレビとか雑誌とかがね、しょっちゅうやりますよね。名医特集みたいなのとか、まあ、一人のね、先生に、まあ、密着して取材するみたいなテレビ番組もありますし、いい病院ランキングとか言って、手術件数とか、患者さんの受診件数とかをランキング付けしたりして、まあ、紹介している、そういう情報発信の雑誌とかテレビってよくあると思うんですけど、まあ、こういう広告業界との関係がね、すごく難しいんですよね。結構、クリニックを経営してたりすると、頻繁にですね、まあ、この雑誌に、ま、記事を書きます、載せませんかね。で、まあ、掲載料50万円でとかね。こういう話はもうしょっちゅうしょっちゅうあるんですよ。いかにもこうなんかね、まともそうな雑誌に見えて、これ誰が読むねんっていう雑誌なんだけど、まあ、そういうなんかどうでもいい雑誌作って、で、そこに、ま、掲載料、高い掲載料を取って、その先生、ドクターとか、もしくはクリニックを、ま、取材してる風な感じでね。で、そこで宣伝をしませんかっていうことなんですよね。この医療広告ガイドラインをよく読むと、こういうのも本当はいけないってことが書かれてるんで、まあ、注意は必要なんですけど、ただ、学術的な雑誌に、例えばこの病気はこういう治療が最近流行っていますみたいな、学問的なことを紹介してる風に見せて、で、なんとか病院のなんとか先生っていうクレジットをつけるというような場合には、これは宣伝なのか、それとも啓蒙活動、啓発活動をしているのかっていうのが分かりにくいですね。まあ、そういうグレーなところをついて、広告業界が病院の先生とかを狙ってくるっていうことなんですよね。で、最近ではさっき言ったような口コミ改ざん業者にもこういう病院の宣伝として、まあ、星を、例えば星5の投稿をいっぱいしますよみたいなね。こういう、まあ、怪しげな業者にも狙われるようになってきたということなんですね。まあ、医療広告ガイドラインもよく読んでみると、こう新聞や雑誌での記事も、まあ、患者の誘引する、いわゆる記事風広告は、これ広告規制の対象となるって書いてあるんで、まあ、いかにもなんか病気のことを高血圧とはこういう病気ですみたいなことを説明してる風に見せて、その下に自分のクリニックの名前が入っていて、住所と電話番号が入っていたりとかね、まあ、そういうのはダメっていうことになってるんですね。で、まあ、いろいろ患者さんとか自分の体験とか実際の体験に基づいてそういった手印を個人が作成して、まあ、出版物やしおりなどを公表した場合は、これは一見すると良さそうに見えるけれども、まあ、この出版物やしおりなどっていうのはね、まあ、今風に言えば SNS とかブログっていう風に読み替えてもいいと思うんですけど、まあ、そういうもので発表した、発信した場合ね、まあ、良さそうに見える、ね、こう広告とは見なされないんだけど、ただ、病院からの依頼に基づいてそのブログ記事が書かれていたり、まあ、謝礼を受けている場合ね、まあ、もしくはそういう約束をしたって、こういうものに関しては、規制に引っかかりますよっていうことなんですよ。
まあ、患者さんに頼んで、うちなんか口コミ星1つけられちゃってんだよね、つって。まあ、うちの病院いいと思うんだったら、ぜひ、星5の口コミし、まあ、書き込んでくださいと。まあ、そしたら、うちの病院の何かこう、ちょっと、記念品が粗品あげますよ、みたいなね。まあ、そんなんやったら、アウトっていうことなんですよね。ただまあちょっとね、うっかりするとやりかねないから、まあ気をつけなきゃいけないですよね。ということで、業者に依頼して口コミを書くとか、患者さんに依頼して良い情報を発信するとか、雑誌に掲載料を払って載せてもらうね。こういうのは、まあよくよく考えて、まあそういう話を受けないと、そのクリニック自体が、厚労省から注意を受けることになるから気をつけてくださいということになります。まあこれであとね、でも粘着とか悪徳な業者に狙われてしまった場合の対応なんですけどね。これなかなか難しいんですけど、まあ一つは反論するっていうのはある。これはさっき言ったようにオーナー登録っていうものが Google マップの場合にはありますから、例えばこんな風に変な星1のね書き込みでいかにも言いがかりみたいなのをつけられちゃった場合には、でここねいいねが13もつくなんてね、まあおかしいな話ですよね。でこういうのはどう考えても組織的に何か嫌がらせを受けてるとしか思えないんですよ。まあそういう場合はこのオーナーさんはね、待ち時間が長いっていうクレームに関しては、まあ、誰が対応したのかよくわかりませんでしたと。最近は待たせても30分から、まあ、どんなに長くても2時間以内に収まってるから、そんな2時間半も7時間もね、待たせたな、まあ、まあおかしいですよってことを、まあちゃんと反論してるんですけど、ただなんかね、こう反論しても、やっぱり相手がこれだけ組織的にやってくると、まあ、逆に向こうにね、こうなんていうか、まあ、粘着な人って本当粘着ですからね。まあ、逆にこう、さらにもうひどい書き込みをガンガンしてくるという、まあ、嫌がらせ、いたちごっこになっていく可能性もあるので、まあ、なかなかこれで個人的に反応していくっていうのも難しい場合もあるかなって思うんですよね。で、Google に削除依頼出すっていうのも一つだと思うんですけども、まあ、あとは弁護士さんに相談して、なんか対処法を考えるとかっていうのも一つされてる人もいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、正直あんまり効果がないらしいんですよね。というのは、まあ、本当のこれ苦情なのか、嘘情報なのかっていうのは、Google 側も判断できないし、まあ、弁護士さんも、まあ、いろいろね、依頼者の立場に立てば、まあ、理解はできると思うんですけど、なかなか特定して、その、本当か真実かどうかっていうのを、証拠を集めたり特定するには、かなりコストがかかりそうですよね。だから、なかなかこういったことでもうまくいかないケースが多いと。でそれから逆にじゃあもう、こちらはこちらで高評価を増やして、低評価を穴埋めしようとすると、やっぱりね、なんとなくこう、うさんくさい感じは出てしまいますよねと。で逆に、まあ、墓穴を掘る可能性もある、という気もしますよね。で、まあ、一番いいかなと思うのは、これですね。SNS で味方を増やすっていうのが一つあり得る。これは、とある病院の、まあ、広報担当のね、病院広報をやってる専門のね、方に、まあ、聞いたことがあるんですけど、その病院もですね、結構、まあ、有名な病院だから、アンチとか、こう、そこを評判を落とそうとしてくる人、それから患者さんもたくさんいるから、中にはやっぱり粘着な、こう、恨みを持つ人、そういう人からの、まあ、かなり嫌がらせの書き込みをね、まあ、されちゃうことが多いんだっていうことなんですね。でそういう場合に、SNS を持っておくというのが一つ強みになるっていうことなんですよ。まあ、インスタでも、ツイッターでもいいと思うんですけど、まあ、その場合はツイッターとかが結構いいって言ってましたけど、ツイッターとかで、とにかくフォロワー数を増やしていくと。で、患者さんにもなるべく登録してもらったり、その病院の近隣の住民の方にも、どんどんそのツイッターとかをこうフォローしてもらうんですよね。で、その代わりもフォローしてもらうからには、まあ、それなりに病院でやってる取り組みとかね、まあ、いろいろニュースとかあればどんどん流していくわけですけれども、まあ、そういうことをしているうちに、まあ、明らかにその書き込み、おかしな書き込みがあった場合には、まあ、そういう普段から SNS で、まあ、病院のことをよくね、理解してくれて、病院の、理念とか、方針をよく理解してくれてる人たちが、援護射撃をしたりしてくれることもあるっていうことなんですね。だから、一方で、アンチがわーっと嘘情報を書き込んできたとしても、この病院はそんな病院じゃないですよっていうのを、逆に他のフォロワーが、こう、カバーしてくれるというね、まあ、そういうような雰囲気を作っていくしかなくて、だから病院には、そういう口コミには、事実無根なものが多くてですね。まあ実際にこういう怪しい削除依頼者、削除業者みたいなところからメールが来たとかね、そういうこともどんどん SNS で公表していけばいいと思うんですよね。だからこういう業者にうちの病院狙われちゃってるかもしれないというようなこともどんどん発信していくと。そういうふうに自分から、まあこういう、まあ風評被害に遭ってるとかいうことを発信していった場合、まあ日頃から病院のフォロワーをね、増やしていけばですね、そこで、まあいろいろ同情的にこういろいろカバーして、いや、それおかしいよねとか、まあ他の病院もそういうのやられてるとかあるよとかいう風な感じで、みんながこうその辺を理解してもらえるようになってくるということなんですね。なので、まあ今時の対処法としては、まあ自分自身、病院やクリニック自身も SNS とかで発信して、まあ自分の味方になってくれるようなフォロワーを増やしていくということで、まあ精神的にもかなり楽になるんじゃないかなという。
ということで、まあ、病院選びのポイントとかは、基本的に、まあ、難しいと。というのは、まあ、同業でも結構、まあ、正直判断がつかないことっていうのはよくあるわけですよね。個人的にお付き合いをしてると、あの先生すごくいい先生だよねっていうふうなことはわかるんですけど、まあ、実際その先生がじゃあ患者さんにとっていい先生かどうかっていうのはまた別問題だったりしますし、あの論文とかね、学術的に素晴らしいっていうのは、まあ客観的に評価できるんですけど、じゃあ本当に診療はどうなのかなっていうと、本当に一緒に働いて近いところでその先生の態度とかやり方とかを見てみないと、その先生が本当に優れてるかどうかって、同業でも評価することは難しいんですよ。患者さん自身も状況人それぞれあったり、好みの差とかもあるから、なかなか病院選びはこれで3点に注意して選びましょうとか、ピンポイントでの説明をすることはなかなか難しいということになります。で、患者さん自身の状態では、例えばすごく安定してる病態でね、例えば糖尿病で薬飲んでるけども、もう一つ、一錠薬飲めばもうすごく血糖値安定しちゃってますよっていう。もうずっとそれでいいですっていう場合には、そういうね、まあ、すぐに見てくれて、待ち時間も少なくて、まあ、自宅とか職場の近くでっていうのはクリニックとかがいいかなっていうふうになりますし、逆に、まあ、なかなかこの専門的な性も高い病気で、例えば膠原病とかね、リウマチとかね、アトピーとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう病気とかってかなり専門医の診察が必要になると思うんですよね。まあ、そういう場合にはですね、やっぱり病院を選ばないといけなくなってくるから、専門医がいるかなとか、あとは、まあ、生物学的製剤とかね、まあ、特殊な治療をやっているかどうか、まあ、そういうものを見ていく必要がありますよね、と。で、あとは救急でかかる場合ってのはまた全然別になってくるから、まあ、その救急対応がちゃんとしてるかとかっていうのは、まあ、自宅の近くにね、そういう病院があるかどうかっていうのもちょっとチェックしておく必要はあると思うけれども、なかなか救急でかかった場合にいい先生に当たるかなんていうのは、もう本当にサイコロ振って3が出るか4が出るかみたいな話なんでね、なかなか難しいとは思いますと。医師の能力は人柄とか接遇だけでは判断できなくて、一見上から目線で偉そうでぶっきらぼうに見えた先生が、まあ、実はすごいね、ちゃんと診断してちゃんと対応してくれてるかもしれないんですよ。だから、それはね、なかなか本当に判断できない。すごく優しくて、まあ、物腰柔らかで丁寧に やってくれるんだけど、もう全然的外れなことやってるなんて人もいるんですよね。まあ、だから、ここ本当に難しいっていうことになります。だから、自分の健康は、ある程度は自分で守るという、まあ、ある程度の努力が必要だということ。ここはね、やっぱり外せないことになってくるわけですよ。で、じゃあ自分でやるべきこと何なのっていうことなんですけど、まあ、やっぱり一般的な健康診断をきっちり受けましょうねとかね、職場でやるもの、自治体でやるもの、こういうものをしっかり受けていって、で、ただ受けただけで安心しちゃう人もいるから、受けただけじゃなくて、結果を一つ一つきちんと対応していきましょうねっていうことですよね。放置しないっていうことですよ。で、例えば便潜血反応が陽性に出たら、ちゃんと大腸カメラ受けましょうねっていうことですよね。で、じゃあ大腸カメラ受けるんだったら、どこのクリニックがいいかなとかっていうふうに、ピンポイントで調べていけば、きっといいクリニックが見つかると思いますよ。それから肺のレントゲン写真で異常が出たら、まあ、CT 検査を受けなきゃいけないなと。じゃあ CT 検査を受けるとしたらどこがいいかなって、やっぱり肺のことだったら、呼吸器外科とか、呼吸器内科の先生が充実してるところがいいかなとかってなりますよね。だからそういうふうに考えていけば、まあ、ある程度の目安は立てられるから、その上で調べていくと、まあ、そんなに外さないんじゃないかなと思いますよね。で、あとは、こういう検診だけじゃなくて、何か症状がありますと。もう常にお腹がね、痛い時もあって、まあ、うんちから、便潜血じゃなくて、見るからにうんちに血が混じってるとかね、よく頭がひどい頭痛があって、まあ、良くなることもあるけど、突然頭痛に襲われることがあるとか、まあ、そういう症状があれば、まあ、どんな病気の可能性があるかっていうのは、やっぱり自分でもインターネットとかで今調べるとね、ある程度のことわかりますから、まあそういうので調べてみて、その上で受診先を考えてみれば、おのずとね、大体、あ、こういうところにかかったらいいのかなっていうのはわかってくるかなと思うんですよ。もう何もなく本当に飛び込みで行くよりは全然いいと思うんですよね。で、信頼できるかかりつけのお医者さんみたいなのを作りましょうって、これがね、まあ一般的によく言われるんですけど、なかなかね、難しいですよ、やっぱりね。信頼できるかかりつけ、つまり、普段から病気がない人にとっては、かかりつけ医なんていうものは、まあ、存在しようがないんですよね。だって病院に行かないわけですからね。突然なんかの症状が出ていくっていうことになるわけですよね。で、まあ、仮にかかりつけ医があったとしても、まあ、そのかかりつけ医の先生がね、本当に何でもかんでもわかるかって言ったら、それはそうでもない。だから、問診しすぎるのも良くない。よくありがちなのは、いや、月に一回あの先生にかかってると。で、あの先生はすごい先生だという話、評判だから、まあもうそれで安心だって思ってる人もいらっしゃるんですよね。で、よくよく聞いたら健康診断も受けてないとか、
なんか症状があるのに、まあ、全然対処してないとか。で、このかかりつけの先生もね、いや、自分の専門じゃないからほっときましたみたいなことも、まあ、全然あり得るわけですよね。なので、まあ、これもかかりつけ医もピンキリだし、まあ、自分の状況っていうのもそれぞれなので、まあ、そればっかり一人に盲信しすぎないっていうのは大事なことかなと思うんです。まあ、信頼できるかどうかっていうのは、まあ、同業者が見たってその判断は難しいからっていうことなんですね。で、特に、注意すべきは、大病院の専門医ですよ。大病院の、例えば大学病院でも、がんセンターとかそういうところでもいいんですけど、まあ、そこの専門の先生っていうのは、専門外のことはほぼ何も知らないと思った方がいいと思います。例えば、胃がんの専門家は、胃がんの専門家で外科でがんセンターとかにいたら、もうその胃がんの手術に関してはめちゃくちゃ詳しいと思いますけど、じゃあ糖尿病のことについてはもう全然知らないと思った方がいいし、その先生に私糖尿病あるんですよって言ったとしても、まあそうですかと。じゃあそれは糖尿病内科にかかってくださいねというだけで、まあその結果どうなのと知ったことではないという態度だと思いますね。まあそういう、まあ病院に僕も勤めてたからよくわかりますけれども、まあ胃がんの専門家は自分の患者さんが胃がんで亡くならなければ良いと思っています。別に他の病気で亡くなったとしてもそれは全然構わないと思っている人が多いと思います。胃がんがで手術した人が、まあ5年生きたらね、5年生存率というところで、まあ5年生存ということになるわけですけど、例えば2年で亡くなっちゃいましたと。でもその亡くなった原因が胃がんの再発で亡くなったのでなければ、まあ良しとしましょうという、まあそれぐらいの考えでやっていると思うんですね。なので、まあ、特にそういう大病院の専門家、に関しては、その先生に専門以外のことは全く聞かない方がいいと思いますね。そういうことを聞いても適当に済まされたり、見て見ぬふりをする人も結構いますので、まあ、これは要注意です。ただまあ、それはもちろんね、これは専門家の立場に立ってみれば当然のことなんですよ。もう専門のことを勉強して、それを追求するだけでもう精一杯なわけですから。もうそういう専門性を追求し続ける人がいるからこそ医学は発展して進歩してきたわけなので、専門の先生に、いや、あなたお医者さんなんだから、糖尿病も心筋梗塞も何でも見てくださいというわけにはいかない。がんの専門家はがんのことだけやってればよろしいということで、それ以外のことはちゃんと自分で考えて、その道の人に受診をしていきましょうということなんですね。で、もっと言うとですね、日本ほどこういう病院にかかりやすい国っていうのは、他の国、まあ特に先進国を比較しても絶対ないんですよ。もう日本が一番病院に行きやすい国なんですよ。もう世界中見てそうなんですよ。なので、まあこれほどかかりやすい状態なんだから、まあ少しは自分で考えて受診しましょうよっていうことなんですよね。本当に悪くなって救急車で運ばれるレベルになるまで受診しないとか、まあそれはね、海外、ヨーロッパとかでよくあるんですよ。それはね、受診できないからなんですよ。お金も高いし。受診したくても何ヶ月待ちとかになっちゃったりとかねして全然受診できませんっていうかなり悪くなってからじゃないと受診できないっていう国たくさんあるんです。先進国でもたくさんあるんですよ。まあ、そういう国と比べたら日本は非常に患者さんにとって受診天国と言ってもいいぐらいのねレベルの国なので、ぜひね、この利点を活かして、まあ、自分の健康管理一度考えていただければということです。ということで、長くなりましたけど、今日のまとめに行きたいと思います。病院の口コミに低評価が多い理由は4つありますと。で、1つは苦情とか、あとは恨み。まあ、この2つはちょっと区別がつきにくいですけどね。あとは競合他社による嫌がらせ。あとは削除業者による自作自演ということですね。で、病院というのは広告が規制されているから、まあそういうこともあって、患者さん自身が自分の力で病院選びをしようと思うと、結構難しいよねっていうことがあります。ただ、ネット情報、ネットの特に口コミ、匿名の口コミだけで判断するのは、もう絶対にやめた方がいい、無理だということで、自分の病状をよく考えて、まあそれから、まあ通院のね、利便性とか、何が自分にとって、まあ重要なポイントなのかっていうのを絞って、その上で、まあ病院探しをしていってくださいということなんですね。そして、まあ一人の医者を盲信しすぎると思わぬトラブルに遭うこともあるから、やっぱり常に自分で症状を考えたり、で、場合によっては他の病院の先生の意見も聞いてみたりしてね。まあそういうことで自分である程度は責任を持って健康管理していきましょうというお話ですね。まあ大変長くなりましたけど、ここまでご清聴どうもありがとうございました。このチャンネルは特に皆さんの人生やに関わる重大な病気とか手術のことについて解説する動画です。今回はちょっと、まあ、雑談ということでね、口コミについて日頃思っていることを語らせていただきましたけど、まあ、また普段はね、真面目な病気の話、治療の話をしていますので、まあ、ぜひチャンネル登録していただいてですね、お見逃しのないように聞いていただければと思います。
ここまでどうもご清聴ありがとうございました。それではまた別の授業でお会いしましょう。ではまた。